キクロプスメトは、貝足類の分類、十目あるうちの一つ。多くは、体長1ミリメートル程度の微小な甲殻類。外洋から、沿岸、深海、寄水、河川、湖、池など幅広く生息する。プランクトンとして、自由生活する種が多いが、大半が、イカリムシやホヤのしらみ、ホタテイラ飾りなど、寄生性の種である。寄生性の種の多くは、 貝野種類の体性を保っていない。四ア目に細分され、ケンミジンコという名で呼ばれる種は、このうち、エルガシルスア目を除く分類群である。ここでは、自由生活性の種についての形態を挙げる。寄生性の種は、最終脱皮後の生態になった時に、宿主に適応した形態へ変態し、体性は著しく変化することがある。多くの場合、 1> 第1触角が東京部長より短いこと、第2触角が単枝型であることで区別できる。大抵、足は5体。第1から4脚は二枝型であるが、第5脚は単枝型である。第1複節には1個、または1体の乱能が付属する。4ア目で構成され、ワームズでは95か694属。 4223種が登録されている。他、分類不明10種キクロプスアモクは淡水に生息し、他は海水内湿水に生息する。エルガシルスアモクは寄生性の種が多い。イカリムシはキクロプスアモクに分類される。以前、ポエキロストム目に分類されていた種はエルガシルスアモクへ移された。ポエキロストム目は解体された。 ケンミジンコという名で知られる種は、キクロプスアモクのほとんど、オイトナアモクの一部である。ケンミジンコは、一般名のため、特定の分類群に対して呼ぶ名称ではない。ただし、種の標準は妙で、ケンミジンコはあり、サイクロプスストレイノスである。禁煙種のサイクロプスキクチーは、オナガケンミジンコと呼ばれる。両者とも陸水の止水域に生息する。ありがとうございます。